ミンってまずこの番組に呼ばれたのこれなスタッフさんがショールームである曲をかすみが弾いてたのを見てっていうのがきっかけだったらしいんですけど、そう、家にたまたまベースとギターがあって、うん、なんとファンの人がコードとかを教えてくれてキラキラ星を弾けるようになったんですよ。キラキラ星を見てスタッフさんがかすみをこのザ・エイトルズにスカウトしたわけですね。よし、じゃあみんな最後の曲いこうか。準備 OK? OK! OK! それでは、ザ・エイトルズ、次の最後の曲になってしまいます。次の曲は皆さん一緒に歌ってください。それでは聴いてください。一生の間に何人と出会えるのだろう。始まりました。